ゼメリング鉄道はオーストリアの首都ウィーンの南西にあるゼメリング峠を通るヨーロッパで最初に国際標準機関を採用した山岳鉄道。鉄道全体が世界遺産に登録されている。クロックニッツ駅から途中ゼメリング駅を経由しミュルツツ・ーシュラーク駅に至る。他の山岳鉄道同様、走行時の地性の険しさや高低差も特筆に値する。 ヨーロッパで最初に国際標準機関を採用した山岳鉄道であり、鉄道自体も今なお稼働している。走行距離は全長41.825キロ、高低差は460メートルになる。建設期間は1848年から1854年までの6年間である。ゼメリング鉄道の設計者、カール・リッター・ホンゲー,ガー・エガは機関車の構造に、 最新の技術を用いることで急勾配やカーブを克服した。軌道上には14のトンネル、16の高架橋、100を超える石橋に11の鉄橋がある。また土木工事に際しては自然との調和が重要な課題とされており、このことが世界遺産登録について大きく評価された。ゼメリング鉄道を含む路線は首都ウィーンとオーストリア南部の都市、 国外の都市とを結ぶ、オーストリア連邦鉄道の重要幹線の一つである。このため、ゼメリング鉄道は、開業時とは異なり電化こそされているものの、開業から150年以上が経過し、世界遺産に登録された現在でも現役であり、上記の都市を結ぶ、特急列車が1時間間隔で通過するほか、イタリアの首都、ローマとを結ぶ、夜行列車や、多数の貨物列車も通過する。 2027年以降の開業を目指してゼメリング鉄道のバイパスとして、ゼメリングベーストンネルを建設中である。完成後は、ウィーンと南部の都市グラーツ間の所要時間が約30分短縮されるほか、現在の路線では、勾配のため複数の機関車を連結して、運転している重量貨物列車を機関車1両で運行できるようになるという。 1116系機関車による BB レールジェットが走るこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。